久保さん実はですね、さっきですね、あのー、まあ、札束をする方法みたいな感じで、これ検索さ、ちょっと、ちょっと札束を作る方法のタイトルだと、ちょっと、ちょっとまずいかなと。違法かなと思って、一応、ググッ、あの、YouTube で検索したらですね、こう出てきた動画が面白くて、札束を数える方法っていうね、札束を、の数え方。またこれちょっと、 いきましょう。さす、元銀行員が教えるレジ、レジでのお札の数え方。練習編。40万回。レジでのお札の数え方。これレジでのお札の数え方に今回しましょう。タイトル。これ165万回ですよ。レジでのお札の数え方。えお札の数え方ですよ。で、元銀行員です。お金の数え方。115万回。<laughs> これやばないですか お金の数え方200万回とかね。こうお金の数え方ミリオンですよ。これすごないですかだから銀行員、だ銀行員って入れるといいのかなうん。銀行員の、銀行員が、えー、銀行員がお札の数え方をするだけで、するだけで稼げるにしましょうか。<laughs> タイトル的に。これすごないですか そう。ただまあ、まあ、まんだ銀次郎みたいにね、多分こ、こんな感じで今ちょっと見てるんですけど、ちょっと、シュンシュンみたいなのやってますけど、ただ数えてるだけなんですよ。ねレジでのお札の数え方も、ああ、なるほどね。これだからレジのバイトしてる人と絶対多分よくないですか <laughs> <laughs> こんな、いや、これ100万回回ってるのはね、久保さんちょっとびっくりしましたね。札束の数え方が100万回回回回ってるのは、ちょっとビビりましたね。うん。この、元気コンビ、<laughs> 現役コンビニ店員のお札の数え方、4K、2100回回しますね。<laughs> すごくないですか,か元銀行、銀行員が教える札束の感情っていうのは、これ結構タイトル的にいいのか。いや、これ新しい発見ですね。はい、ということで、ね、札束、札を数えるだけでアクセスが稼げてしまうってね。いってらっしゃい。